はいどうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。皆さん新年明けましておめでとうございます。2023年もひなたゆいをよろしくお願いします。はい、ということで皆さん本当に本当に明けましておめでとうございます。今日撮っているのが1月1日ですね。ちゃんと1月1日に撮影してちゃんと1月1日に上がってるんでしょうか。多分上がってることを思うんですけれども、今年はねうさぎ年ということでうさぎの被り物を買ってこんな感じで新年の挨拶をさせていただきました。よろしくお願いします。なんかさ、想像以上に耳がでかすぎてさ、やばいんだよね。ちゃんと立ってくれないの。サムネをさ、なんかこうやって頑張って立たせたけど、普通にするとねなんか触覚みたいになるんですよね。だからちょっとめちゃくちゃ頭が重たいんですけれども、なんかちょっと新年のご挨拶をできたらいいかなと思って動画を撮らせていただいております。どうですか、お正月、年越しの瞬間やら年越しの前、何してましたか？私はですね、年越す前にヒロくんとコンビニに行ってお酒を買って、で年越しの瞬間は乾杯をしました。で1月1日大体さ、みんな初日の出とか見るじゃん。私は全然、目覚めたのが11時でした。初日の出は多分一生拝めないんだろうな、この生活をしてたらって感じだよね。やっぱ昨日もさ、すぐ寝ればよかったんだけどさ、やっぱすぐ寝るのはもったいないじゃん。で借りてる漫画があってね、返却期限がもうそろそろだったからちゃんと読まないとなと思って漫画を読んでたらいつの間にか5時、普通の生活のまんま2023年を迎えました。でね、今日もね朝からたくさん福袋が届きまして、とりあえずね今日は2つ届いたの。なんかそれを出そうかなと思ったのね。それも撮影して出そうかなと思ったんですけども、やっぱり1月1日、やっぱ挨拶って大事じゃないですか。私毎年ね目標を掲げているんですけども、ありがとうごめんなさいはちゃんと言えるようになろうっていうね。まあ大体さ、ありがとうってさ本当に感謝してたら出るもんだけどさ、ごめんなさいってあんまり出ないよね。友達にはごめんなさいってすぐさって言えるんだけど、なんか親しき中の人、例えばヒロくんとかさ、家族とかの人にだとなんかごめんなさいってなんか変なプライドが働いてさ言えないのね。そうだから、ありがとうごめんなさいを言えるような素敵な人間になりたいなって思っております。みんな今年1年の目標は何ですか？ちなみに私は1個前の動画で言ったんですけども、友達と話した内容をどんだけ酔っ払っていても忘れないっていうことを目標にしたいと思います。ちょっと本当に本当にすごいショックでさ、これさ新年で挨拶なのかわかんないけど、去年の年末は結構忘年会とかなんか年末っぽいことをしたのね。友達がね飲み行こうって誘ってくれて、すごい年末っぽいことして、もう本当に本当にすごい楽しかった時を過ごしたんですよ。のくせにさ、帰ってきたらさ、自分が話した内容を忘れちゃって、話した内容は大体3割ぐらい覚えてんの。友達の内容も3割ぐらい覚えてんだけど、なんかちゃんと深い話したのは、その深い話をした時の記憶がなくって、ないってわけじゃないんだけど、うる覚えではあるんですけども、ちょっと覚えてないからさ、そう酔っ払っててもちゃんとその時にどんな話をしたんだっていうのメモをちゃんと取ろうっていうこの決めて頑張りたいと思います、2023年。なんでその目標なんかさ、 YouTuber としてもどんどん飛躍していきたいみたいなさ目標かと思いきや、いやさ、ほんとやっぱりさ、私生活がちゃんとできていないと仕事にもつながらないかなって思うので、とりあえずちゃんとありがとうとごめんねと友達の言った話とかいろんな人がした話っていうのをちゃんと覚えてるようにします。撮っていいですか？はい、ということで去年はなんかなかなかいろいろあったような気がするな。なんかみんなには言ってないけど、自分の中ですごいいろいろなことが起こりまして、まあ今後ね話す予定もないんだけど、なんか自分の中ですごいいろいろな心境の変化というものがありまして、少しでも成長できた27歳だったのかなって思います。今年でね28歳になるので、もっともっと成長できたらいいなっていうのがちょっとあるんですけれども、それに一緒についてきてくれるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。で2023年の動画投稿に関してちょっとお話があるんですけれども、普通に動画投稿を頑張りたいなって思ってるんですけども、まあちょっとたまに休みとかがあっちゃったりとかするんですけども、ここ3、4年ぐらいね動画投稿の日を水金土日この4日間、週に4日間ね上げてたと思うんですけども、それを変えようかなって思っておりまして、水曜日の動画をショートまたはお休みさせていただく感じになるかもです。なんて言えばいいんだろうな。 YouTube 以外にもね別のお仕事をやらせていただいてて、忙しくちょっとなってきているので、その中でも動画を撮って必ずこの日にあげなきゃいけないっていう、なんかすごいプレッシャー、やっぱ約束しちゃったからさやらなきゃいけないっていうプレッシャーとか、なんか追い込まれる感じがして、たまにね休んじゃった時もあるんですけれども、自分の心にね余裕があった方が楽しい動画も撮れるかなと思いますので、いつもあげてる水曜日なんですけども、ショートまたはお休みをさせていただく感じになります。よろしく
しくお願いします。変わらずね、金土日この3日間はね、この動画あげようかなって思いますので、よかったら楽しみにしてください。まあその中でもスケジュール上お休みする可能性だったりとかもあるかと思うんですけれども、それは随時インスタグラム、私ねインスタをすごいヘビーユーザーというかインスタ大好きなんですけども、インスタのストーリーで随時ご報告するので、よかったらぜひインスタグラムフォローよろしくお願いします。ということでこんな感じでございます。大丈夫かな、この動画大丈夫、ちゃんと新年の挨拶になっているんでしょうか。まあ今日は動画投稿のね、この携帯がちょっと変わるよっていうのをご説明できればいいなって思っていたので、私は満足です。まあでもさ、今年はさ、私たち事ではあるんですけども、3月に結婚式を控えておりまして、いろいろ準備だったりとか大変なんですけども、その中でも頑張ってやるね。で、すごいリクエストをいただいてて、結婚式場の選び方とかその中でやったこととかの動画をねまとめてほしいっていうねリクエストって結構いただくので、式が終わってからになっちゃうんですけれども、動画ね作ろうかなって思っておりますので、楽しみにしててください。あとね、なんかリクエストとかあったらね、随時動画のコメントだったりとかインスタの DM 全部私読んで返信とかさせていただいてるんですけれども、ぜひよかったらリクエストお待ちしております。はい、最後だからかぶるわ。ちょっと今日の動画結構短いと思うんですけど、ありがとうございました。はい、ということで2022年たくさんいろいろなことがありましたけれども、2023年も頑張っていきたいと思いますので、応援どうぞよろしくお願いします。みんな風邪ひかないように、お正月はいっぱい食べて、そっから痩せればいいから、やっぱエネルギーつけないとさ、燃やす脂肪もないからさね。ということで今日の動画は以上となります。今年もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。